って。どうも、おはようございます。世界100億人家族へからごめんなさい、おはようございます。ハロー、西です。12月、10何日か。13だよ。13です。はい。はい。何してんの君は。何もしたいですよ。はい。はい、そうですね。朝から足つぼやってますね、この人。やっていたかったです。はい。はい。今日も勝ちましょう。今日も今日は勝ちましょう。で、今日勝ちましょう。やばいっす、負けまくってて、本当に。いや、やばいよ。いや、今月は一番ピンチですね。一番ピンチだね。多分マイナスですね、今ね。じゃないかな。うん。うん。いやー、えぐいよ。もうね、皆さん見てくださってる人たちはね、わかると思いますけど、うん、もうだって、2ヶ月前もね、プラスが、20万ぐらい、うん、先月がプラスが、20万ぐらいか、うん、もうね、どうやって生活してんのっていうレベルで終始来てるんで、今、はい、そろそろまくんないと、はい、やばい、そろそろホームレスになります、はい、外で生活しますそれは避けよう。はい。ね。今日も頑張りましょう。はい、頑張りましょう。はい。いきます。お願い。自分次第でどこにでも行ける宇宙を突き抜けてどこまでも僕は笑うこの笑顔で世界を変えてゆくんだ。走れ。どうもこんばんは。こんばんは。今日の結果報告です。です、はい、今日もマイナス5000発はい、マイナスです。はい、ね、うん、厳しいね。へこむないや、リアルだこれはなあ、うん、もう冗談でね、うん、負けましたとかやれる状況じゃないからな、今な。マジでさ、うん、ちょっと今ね、課題が今さ、多いじゃん。いろんな課題が見つかってますね。あ、ほんまに。うん、まあ、収益もそうだしね、まあ、目標達成っていうね、うん、部分と、うん、生活と、うん、編集と、うん、チャンネル登録者数と、はいはいはい、うん、全てが課題、うん、全てがなんかね、うん、壁にぶつかった感が今ちょっと出てる、うん、ですね、状態だよね、はい、うん、はい、ただね、もうパチンコ面は、うん、まあきついんですけど、うん、でこれもね、具体的に何かっていうのは説明できないんですけど、今僕と西村の2人でやってるわけですけど、うん、一緒にいるジンさんにめちゃくちゃ助けられてます。ほんとそうね、うん、うん、ほんとこれ具体的にこれとこれとこれとっていうのはちょっと言えないんですけど、うん、僕らめちゃくちゃ今助けられてる状態です。はい、ありがたいですね。ありがたいですね、本当に、うん、本当にありがたい。サムネに神様現れて書きたいぐらいですよ。そうね、まあ、はい、うん、はい、うん、まあ、ジンさんにとってね、まあ、僕らもね、まあ、なんかね、返してたらいいんですけど、うん、ジンさん曰くカラコさんを知ってくれて、まあ、パチンコもただ楽しむだけじゃなく収支も上がりましたと、うん、本当にあの勇気とか元気もらってますって言ってくれてるのでね、うん、まあ、ありがたいですけどね。ありがたいね、はい、僕らもかなりもらえてますね、うん、はい、本当だよね、こういう人がいるっていうことだけでもさ、うん、力になるよね、こっちとしてはさ、うんうん、感謝の気持ちですね、うん、本当にいろんな支えしてもらってますよ、うん、はい、まあまあまあ全然、まあまあ言える部分もあるんですけど、まあたくさんって言うのやめましょう。そうしましょう。いや、うん、
まあ、別に悪いことしてるわけじゃないですよ、うん、本当にいいことなんですけど、うん、ありがたいですね、ね、それです、はい、あとね、ツイッターでカズさんっていう方、名前出しているかな、こういう方がいまして、うんうん、あのね、僕たちが19日までまあ横浜で稼働してるわけですが、横浜というかまあ神奈川ですね、うん、はい、もうこの日はここがついて、この日はここがついてるので、ね、全部日程送ってくれて、機械すごいよな、この日は機械値これくらい取れます、取れます、取れます、はい、はい、もっと早く出会いたかった、そうなあと1週間もいないんですけど、はい、うん、うん、なるべくね、行きたいところだね、はい、うん、はい、まあなんか、ね、YouTube とか、まあ、Twitter とかで、いやなんかただ単に教えてもらったところに行って、いやなんかそんなんでいいんですかみたいなことを言う人がちょくちょく 2,3 人ですけど今いたんですけど、はいはいはい、はい、ね、そういうの教えてもらうのもね、うん、そう、込みでの実力だと思ってるんで、僕は、うん、うん、本当に人間クソみたいな人にも絶対教えないですから教えたいなと思わないですからまあそうね、うん、うん、はい、で僕は捉えてますよ、うん、言っときますけど、うん、だと思うし、そういうのもあるのはね、こう旅の醍醐味みたいなところあるじゃない、うんうんうん、うん、支えられてね、うん、やってるっていうね、うん、はい、素敵じゃないっていう感じです、はい、はい、ですね、あ、さっきまで中華街行きましたけど楽しかったですわ、よかったな、はい、見ました、僕の動画見てない、いや、僕のこと好きで好きで仕方がない女性と会ってきますよって言って、いや嘘じゃないのって言ってたけど、うん、言うてたでしょ、唐子さんのことは好きで好きで仕方ないんですっていう、いそれ女性、はい、それ言ってたな、はい、うん、そこだけ見たよ、そこだけ、いや、そうですよすごい、あのね、唐子に顔が似てるんですよ、兄弟かな、最初思ったんです、兄弟に仕込んだわけじゃないですからね、うん、妹に言わせてんのかなって思って、うん、いや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 、うん、ちょっと彼氏募集中みたいなのでね、うん、はい、みどりさん35歳女性、ちょっと言っていいの、それ全部全部言ってくださいって言ってんで今日話しててドトールで、うん、で、あのなんか婚活アプリ登録してますとかっていうのをなんか撮って、こうやってこんな感じで登録してますって感じでやって皆さん応募してくださいみたいな感じだったんで、ちょっとなんとかみどりさんに素敵な彼氏がね、そうね、見つかるような編集ちょっとお願いします、いやちょっと編集手いっぱいだよな、いやちょっとごめんなさい、いやいやいや頑張ってくださいよ、はい、今悩みっていうかいろいろ考えすぎて今ハゲそうなんだから俺、いやハゲてるよ、もううるせえようるさいわ、はい、ハゲてるけどハゲんだよ、もっともっとハゲたら大変だよお前、本当にトレンディエンジェルみたいになるから、あ、いいじゃないですか、何がモテますよ、斉藤さんは、斉藤さん、あのキャラだから成立してる人、うんなってみ、これでペッペッペッってやるじゃないですか、西野さんが朝挨拶、はい、モテ上げていきましょう、うん、まあ、じゃあ、うん、頑張ろうかな、じゃあね、なんかそういう目で見ると本当にハゲてきた感じに見えちゃってきました、ね、うるせえなもともとおでこ広いのに加えてちょっとずつ後退してる感があるからちょっとね俺自身は、まあ、ちょっと心配してる、ハゲたらハゲたでね、いいんだけど、それは、うんうん、もうちょっとね、遅らせられるもんのであれば、はい、遅らせられたい、はい、うん、遅らせたい、うん、確かにね、うん、僕のキャンでハゲたらね、美味しいですけど、西村さんがちょっとハゲたらちょっとね、うん、ちょっと違う、なんか残念な感じになっちゃう、おそらくあーってなるかもしれないですね、うん、これ言っていいのかなみたいな雰囲気出るでしょ、絶対、うん、はい、はい、っていう話でした、うん、ということで、明日は、うん、カズさんに教えてもらったお店に向かいたいと思います、はい、イエイ勝ちましょう、明日に勝つよ、俺は勝ちましょう、はい、うん、そんな感じです、バイバイ、バイバイ。どうも、今友人とドトールに来てます、こんにちは、はい、この友人がどういう人かというと、まあ、西野さんにも話したんですけど、はい、僕のことを好きすぎる女性です。はい、もう大好きすぎます。合ってますよね。はい。合ってます、ほら。好きすぎるっつ、はい、僕のこと。はい。本当は1週間前も、はい、大手町、今日ね、中華街これから行くんですけど、1週間前も、大手町から30分こっち来て、
僕は大手町にすぐ帰るって言ってたんで、電車1時間半ぐらいですよ、片道、はい、3時間で、僕30分しか会えないから、さすがに申し訳ないんで、またにしましょうって言っても、いや、唐子さんに会いたすぎるんでって、もう会えなかったの、寂しい、ねえ、泣いてますよ、本気の涙ですよ、うん、そうなんです、こんな好きな、僕も好きすぎる人いませんよ、はい、うん、そうだと思います、ですよね、はい、はいはいはい、そんなみどりさんが、はい、何を今話して気になってたんですけど、じゃじゃペアーズ、ペアーズってどんな感じかっていうの、ペアーズです、僕やったことないんですけど、教えてください、はい、なんか、うん、ちょっと画面を見せできなくて、あ、確かに、見せていいのかな、ダメか、写真とか良くないですよね、ちょっと個人情報は残念なんですけど、みどりさんのページは見ないんですか、あ、私のページこんな感じです、あ、あ、ちょっと可愛いこぶってます、私、あ、可愛い、これは可愛い、これは可愛いですよ、なかなかあ、お願いします。ミドさんだそうです。ミドさん、35歳なんですね。35歳、びっくりですね。もちろんなんか子供のような感じが見えますけど。ありがとうございます。これ可愛いですね。近々サンタモードで変えようと思ってますので、よろしくお願いします。あ、いいじゃないですか。女性はサンタが一番いいですからね。あ、本当ですか。いただきます。下にコミュニティとかありますね。で、下に、はい、そのプロフィールとかコミュニティとか書いて、真剣に結婚を考えてる人限定とか書いてますけど考えてます、真剣です、はい、遊びはダメです、はいはい、で、自己紹介をこんな感じで書いて、はいはい、ハートキラキラみたいな感じでやってます、あ、いいですね、はい自己紹介、はい、初めましてプロフィール見てくださいます、はい、派遣オイルフリーランスしてます、はい、少しは読んでる、結婚を考えて彼氏とお別れしたので読んかい新しいも選べて A も選んで探してますと、はいはい、趣味は映画と、はい、映画大好き、あ、映画鑑賞ですね、映画大好き、ディズニーが好き、あ、大好き、はい、ディズニーで死にたいです、私、はい、ディズニー舞浜で骨を埋めたい、あ、はい、画面入ってないです、はいはい、勝手になんか自己アピールを進めますけど、はい、だそうです、はい、はい、好きなタイプして言ってください、あのチャンネル見てる方が立候補してくれるかもしれない、好きなタイプはそうです、家族を探求してくれる人と何かに一生懸命になっている人、あと唐子さんのように笑いが面白い人です、あ、はい、それ何て言ってました、僕言ってもらっていいですか、え、好きなタイプは唐子さんみたいな人です、ね、僕みたいな人です、唐子さんみたいな人です、はい、わかりました、はい、英語と中国語と日本語は喋れるそうですね、はい、日本語喋れるかちょっと危ういですね、はいはい、何語も喋れません、はい、だそうです、はいはい、じゃあ、あのコメント欄ください、お願いします、はい、どうも。